皆様こんにちは、愛です。本日はとっても久々のクッキングになるんですけれども、塩ゆで豚バラを作っていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。最近全然ね、クッキングのビデオ撮れてないなと思いまして、特にね、レシピっていうほどのレシピではなくて、もう家庭料理だから、私のさじ加減でね、適当にこうやってるものにはなるんですけれども、どうやって作っているかっていうのかな、家庭をね、ご紹介できればいいなと思いまして、昨日久々にコスコで豚バラ肉を買ってきたので、お父さんのね、大好物でもありますので、明日から出張っていうのもあって、今晩はね、好きなもの食べてからお仕事行ってもらいたいなと思いますので、夕食作りですね、になるんですけれども、お野菜巻いて食べたりもできるし、タレもね、いろいろとアレンジができますので、何かのね、アイデアになればいいなと思っております。茹でてほったらかし料理なんですけれども、茹でる時間が結構あるので、時間はかなりかかるんですが、お時間になる時にね、準備しておけばいいかなと思うんですけれども、まず豚バラのブロックですね、お好きな量で構わないんですけども、私めんどくさがりだからね、結構一気にいっぱいやっちゃうんだけど、まあね、出来たてが美味しいって言えば美味しいんだけどさ、軽くね、こう水気を切りまして、このままね、お鍋に入ればいいんだけど、私はこのサイズのお鍋でですね、茹でたいので、大きいお鍋は洗うの大変だからあんまり好きじゃないんですよ。なので、まあ、適当にどっから切ってもいいからさ、お鍋に入る大きさに切り分けます。で、お鍋入れるときはですね、脂身できれば下に入れた方がいいですね。そしたらティーバッグですね。私豚肉紅茶で煮るのが好きなので、下茹ではね、紅茶で茹でていきます。お好みだと思うんですけれども、私は豚肉1本に対してティーバッグは1個っていう感じで入れておりますので、いらぬ部分をですね、こう切り落としまして入れます。サムちゃんがですね、お手手拭きをずっと舐めておりますけれども、そこでもう、そしたらですね、お肉にね、しっかりと水がね、かぶるまで入れまして、で、そしたらまずこれね、沸騰させていくので、強火でいいと思いますので、火にかけていきます。まあ、お隣もお鍋使っておりますけれども、このままね、火にかけて沸騰したら中火弱火という形で、まあ、お鍋の中の様子見て火加減は調整してください。開くと油がめちゃくちゃ浮いてくるので、ちょっと様子見るたびに開くと油はしっかりとね、すくっていくと、まあ、さっぱりと煮れると思いますので、ちょこちょこ、まあ、火事の合間に様子見て火加減と開く取り油取りをしていきながら、1時間この状態で煮ていきます。豚肉を茹で始めましたら、私先に漬けダレを作ります。先に作ってね、冷蔵庫に冷やしておいた方のが味が馴染んで美味しくなるので、このタイミングで作っていきます。あ、先ほどちょっと言い忘れちゃったんですけど、豚肉はできれば1時間ぐらい前にね、冷蔵庫から出しておいて常温に戻しておいてください。お肉ね、出しておく時間がなければもちろん問題はないんですけれども、何でもお肉料理するときはできればね、常温に戻しておいた方のがいいかなと思います。ということで、漬けダレを作っていこうと思うんですけども、どんな容器でも構わないんですが、私ね、結構これいろんなものに使うので、まあガラスのね、長期保存できるような容器に作るんですけれども、まず生姜ですね、かけらね、すりおろしてもいいと思います。そしたらその時は生姜の絞り汁も一緒に入れるとさらにピリッと美味しくなるんですけども、まあ生姜はお好みなので、苦手な方は入れなくてもいいし、お好きな方はたっぷり、もうピリッと効くぐらい入れたら美味しいかなと思うんですが、これ硬いんだよね。うちはね、生姜ピリッと効いてる方が好きなので結構入れます。かなり入れます。そしたらこちらにですね、お醤油なんですけど、これ旅行に持ってたまままだ使い切ってないからこれに入ってるんだけど、先に使い切りたいからこれ使ってるんですが、サムちゃんピコピコさんめちゃくちゃしておりますけれども、うるさかったらごめんなさい。大さじで4杯入れていきます。ちなみにうちはですね、このね、だし醤油を使っておりますので、結構ね、とろっとしたおだしの効いたお醤油になりますね。お父さんがこのお醤油めちゃくちゃ好きなので、まあ継ぎ足し継ぎ足しでね、やってるからね、こうパッケージとかあんまり綺麗じゃないんですけど、カツオをね、入れたり昆布入れたりしながら作っております。お次はですね、これ黒酢、まあ普通のお酢でもいいんだけども、私はもう絶対黒酢の方が美味しいと思うので、黒酢おすすめしますので、ぜひ黒酢で作ってください。この黒酢をですね、同じく大さじで6杯ですね入れていきます。
そしたらお次はごま油ですね。ごま油を今度は小さじで2杯入れていきます。そしたらこのままねくるくるっと混ぜて、最後にお好みでごまですね、ローステッドの方ですね、いりごま、もう好きなだけ。ごま好きさんはたくさん入れてください。私もめちゃくちゃごま好きなのね、いっぱい入れます。まあしっかりは混ざらないんですけれども、とりあえず全体的になじむように混ぜたらこれで完成になりますので、ちょっともう錆びてるけどね、蓋ねギュッと閉めて冷蔵庫入れておきます。おネギ入れても美味しいし、その場合はすりおろしたガーリックとここに入れた分量のごま油でパパッとおネギ炒めて、火を止めてからお酢とお醤油とごま入れてあげるといいかなと思いますが、まあ後でね おネギ足したいなと思ったらね、ちょっと炒めて入れてあげてもいいし、これがねシンプルで一番使いやすいので、餃子のタレとかにもするんだけど、私これにちょっとラー油入れたりとかしてね、いつもこうやって作って冷蔵庫入れてあります。ではお肉ですね、1時間ねじっくり煮ましたので、こちらですねザルにもうザバンとやって取り出していこうと思います。お肉ですねザルにザバンとあげましたら、軽くお鍋、同じお鍋ね水でささっとよそいで戻します、お鍋に。そしたらねまたこちらをですね茹でていくんですけれども、香りをつけていきたいので、まずこれ冷凍庫に私いつもニンニク入ってるんですけど、こうバンと潰してもいいんだけど冷凍されてたのでちょっとね多分ね潰れにくいと思うから適当な大きさに切ります。これもお好みなんですが、そうだな3かけぐらい私は入れます。ジンジャーもいつも冷凍庫入ってるんですけど、皮付きのままで入れてあって、すりおろしのねジンジャーもあるんだけど、お好み量ですね、もう皮付きのままで大丈夫だから、皮付きのまま冷凍してレンジでチンするとね手でこうやって皮が剥けるようになるんですよ。すっごい簡単に皮が剥けるので、今回はね茹でるからさ皮取らなくてもいいけど、生姜のねすりおろしとか作りたい時はねちょっとレンジでチンしてあげるとね、こうやって結構生姜の皮剥くの大変だと思うんだけど簡単に剥けるので試してみてください。あとね凍ったまんま薄切りにスライスして切るとすごい綺麗なね千切りもできるので、小籠包食べる時とかはそうやるといいかなと思います。まあ、こんなもんでいいかなと思うので、ネギのね青い部分があったら入れるといいんですけど、こっちあんまり長ネギがどこのマーケットでも売ってなくって、グリーンオニオンはどこでもあるんだけど、なかなかねアジアマーケット行かないと長ネギがないので、うち常備してないからもう最近入れてないんですけど、ちょっと臭み消しになるから入れるんですけど、まあ紅茶で茹でてるとそんなに臭みもなくてふわっといい香りがするから、紅茶で茹でるのであれば長ネギいらないなって私思っても最近入れなくなったっていうのもあるんですが、これでまたお肉にねしっかりとお水がかぶるまで入れて、とりあえず沸騰させます。お肉を茹で始めまして、ちょっとブクブクブクっとしてきたんですけれども、1時間しっかり茹でてもねまだまだ油など出てくるんですけど、まあお肉自体をきれいにして入れてないっていうのもあるから、そのアクのカスとかがついてるっていうのもあるのかもしれないんですが、まあちょっとねすくって、ここでですねお塩を入れていきます。私肉料理するときはヒマラヤンピンクソルトを使って、お魚料理のときはセルティックスイソルトを使うようにしているんですけれども、このお塩の加減は自分の好みなんですが、めちゃくちゃ薄いお塩のスープを作るっていう感じで入れていくので、このぐらい入れてちょっと溶けるの、混ぜて味見します。もう少し入れた方がいいなと思ったら入れてっていうのを繰り返して、がっつり塩味じゃなくて、あ、後からちょっと塩が来るなっていうぐらいの塩味に私は毎回しております。お肉に必ずね水はかぶってるようにしてほしいので、お水足せばいいので、こんな感じで塩加減がですねお好みのところに行きましたら、火を弱めて、そしてここからまたですね45分から1時間ぐらいですね、じっくりコトコトと煮ていきます。お湯足したりこのアクすくったりしながらやっていきます。お肉ですね塩味つけてから1時間ほどしっかりと煮ましたので、ここで火を止めまして、このままですね手で触って熱くないぐらいですね粗熱を取っていきます。
お肉ね、粗熱取ってる間に薬味用意するんですけれども、我が家はですね、梅干し叩いたのをね、結構たっぷりめにつけて食べるのが好きなので、まあ適当な量をね、このちっちゃいタッパーに叩いて用意しておきます。それではですね、手で触れるぐらいになりましたので、お肉ですね、出していって食べやすい大きさに切っていきたいんですけれども、一応ね、ここでご説明したいのは、こう切ってもいいし、お野菜巻いたりして食べたい場合はこう切ってもいいので、切り方はね、食べ方によって変えていただければいいかなと思います。厚みもお好みでいいと思うので、まあ、好きな形にね、切っていってください。そしてこちらの煮汁ですね、豚のね、いいお出汁が出てて、塩味もついているので、私はこれ作った日は必ずこれでスープにしちゃうので、ザルでこした方がいいので、カスなど入らないように、まあお鍋2つ使うことになっちゃうんだけど、小さいお鍋に入れて、まあこれお出汁として、今日はどうしようかな、お酒とお醤油ちょっと入れて、もうちょっと味が欲しかったら鶏ガラの素を入れて、お野菜と卵でね、中華風っぽいスープにしようかなと思ってます。ということで、あとはお父さんを待つのみですので、帰ってきたら試食してもらおうと思います。ということで、可愛い顔も終わりましたので、お父さんね、帰ってきてですね、お着替えもしないでそのまま食べるそうなので、今ね、梅肉をね、べちょっとね、うまそうっすね、落としてましたけど、今タレをですね、でかけておりましたので、どうぞ召し上がれ、タムちゃんもくださいって言ってますけど、ムルムルしてるね、お父さんの顔フォーカスしてましたよ。おいしい、うまいね、よかったね、うん、いけてますわ。なのでやっぱ豆腐じゃ出せないこの食感でも結局もうこれからは全部豆腐で例えようとしてんの、うん、豆腐にはないこの脂身の甘み、うん、なんでしょうね、まあ、ね、まあ、脂のうまさ、うん、甘さ、甘み、うんうん、旨味、まあ、だから私の腹周りもそうなんやろな。おそい、今日なんだかよくおしゃべりしますね、感想に対して饒舌ですね。どうしてビール2杯入ってるからね。酔っ払ってんの？酔っ払ってるといつもより喋るんですか？ご飯欲しなるわね、これね、うん、食べたんでしょ、でもまあそこそこ、うん、お腹いっぱいなの？うん、そんないっぱいにはならずに帰ってきた。そうなんだ、うん、なんたって豆腐があるって聞いてますから。豆腐じゃないですよ。うん、うまい、これ美味しいね、このタレね。うん、そうだね、やっぱあなたはセンスあるから。うん、どうして急に褒め始めたの？今までそんなこと言わなかったじゃん。あなたはセンスあるから、うん、私がちょこっとアイディアあげただけですごくいいものにしてくれるよね。また自分の手柄にしてんの？これとこれを混ぜたらこんな感じの味になるんちゃうやろかって言ったら、ね、それ以上のものを出してくる感じ。一度も言われたことないけどね、ちゃうやろかは。まあそれが、それは人の話聞いてないからちゃうかな。そう、聞いて。超熱々にちょっとなっちゃったんだけど、今こちら先ほどのね、茹で汁を玉ねぎとトマトとスピナッチとで卵入れた、これもよろしければぜひ。今すぐには無理じゃない？すごい熱いですよ。うん、ちょっと熱めしよう。Okay、お乳の髪型どうですか？良いと思うよ、すっきりしてて。あ、そう、うん、アイさん、はい、チケット売れた、よかったじゃん。まあそれがね、もうどうせ売れへんやろうからと思って、うん、相場よりだいぶ安くして載せたっていうか、うん、そしたら今日売れた。そういうやっぱ価格設定慣れないなと、うん、かといってこれ欲張ったら多分売れへんで、うん、とかなる、まあ、駆け引きだね、うん、嗅覚が必要な部分なんでしょうね、うん、もっと払った分の3分の2ぐらいしか返ってけへんけど、うん、まあでもゼロよりええわと。うん、そうだね、スープもちゃんと飲んでね。飲みましたよ、だってつかないの、お父さん猫舌だからさ。でもお肉は全部食べちゃった、これ最後の1枚です。早かったね。ありがとうございます、うん、でこれは豚をやったスープってこと？はい、そうです。あ、のってつくのがコラの旨味。あ、美味しいね、脂の旨味。また脂の旨味出た。かわいい顔して、もっとちゃんと真剣にご飯食べてください。その顔、これでファーやったら美味しいんちゃうかな。おうどんとかしてもいいね。あ、そうね、うん、塩うどん的なね、うん、ラーメンでもいいと思う、卵麺とか。そうね、塩ラーメン的なね、うん、
いいと思う。まあいろいろ使えるよね。上等さスープも終わったので、他に何か感想ありますか？美味しいね、豚は。だそうです。どうもありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。はい、どういたしまして。ということで、本日は塩茹での豚バラを作ってみました。自分で言ってて思ったんだけど、この料理の名前は何なんでしょうって思ってるんだけど、お父さん、なんかいいお名前ありますか？ないようですね。何かいいですね。お料理名ね、思いつかれた方いらっしゃいましたら、ぜひコメントください。ヒマラヤ岩塩煮出しポーク、うん、急にきた。ちょっと横文字入れてきた感じですか？基本ほったらかしなんですけど、時間がねかかる。ただそれだけ。いろいろね、お家でやることがある日とかのお時間にね、余裕がある時にね、作っていただけると嬉しいなと思っております。作っている時も少しお話しいたしましたが、あのタレは結構いろいろと使えるので、餃子食べる時に使ってもいいし、あとサラダとかにねかけてもいいんですよね。蒸した鶏肉とかにかけても美味しいし、ちょっと中華風の炒め物とか作りたい時にちゃんとかけてあげてもいいし、いろいろ使い勝手があるのでね、大量に作ってね、冷蔵庫いつも入っております。お肉もお父さんそのまま今食べてましたけど、まあ白髪ネギブワーっとかけてあげて巻いて食べても美味しいし、豆苗とか貝割れ、それから千切りにしたきゅうりとかでもいいしね、大根もいいし、あと山芋とかでもいいし、まあ、レタスとかやってもね美味しいんですけど、でお野菜巻いて食べるっていうのにも使えるし、茹でたサムギョプサルみたいにもできるのね。エゴマとかサンチュ用意して乗っけて、コチュジャンとかキムチとか乗せて巻いて食べても美味しいし、食べ方もねその時の気分によっていろいろね工夫できるし、で茹でたねスープは今日は中華風のスープにしましたけど、さっきねお父さんも言ってましたけどね、麺類のねスープにしても美味しいので、その時はねこの豚肉をチャーシューみたいにして乗っけてあげると、あと私のよく作る味玉とか一緒に乗っけてあげるとね、簡単に、まあ、ラーメンだとかにもなりますので、一度でいろんなアレンジが効くお料理だなと思っておりますので、まあね、ただね本当時間がかかるからそんなしょっちゅう作らないんだけどこの前もねうちにお客さんいらした時に大量に煮てお出ししたんだけど、そういう感じで準備がね忙しいねお食事会の時なんかも時間はかかるのは時間はかかるんだけど、茹でておくだけでほったらかしておけるから、他のお料理のね準備もね一緒にできるからということで、大量に一気に作れるし手間かけずにね、なのでねそういったパーティーとかの時にもいいメニューかなと思っております。最近ねあまりクッキングのビデオが撮れてなかったんですけど、きちんとね計量してレシピとしてご紹介できればなと思っていつもおりますので、主婦のね感覚でね目分量とかっていうのはねなんかあんまり良くないかななんて思ってたんですけど、いつもね作るものをこうやって作っていますよ、こんな感じですよっていうね、まあ作り方の過程などでもねこうやってご紹介できればいいのかななんて思っておりますので、まあ時折ね夕食作りに余裕があるときはこういった感じでクッキングのビデオもね撮りたいなと思っております。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。可愛い顔から始めるんですよ。持ってください。何なんかニコニコしてるの。持ってください。どう持つの？そう持つの？もうちょっと上かな。あのそうそう父さんの顔、そうそうそう、いいねいいね、いい顔してんじゃん、すごいいいよ。止まって、いいじゃん。やだその顔、やっぱりちょっと下舐めずりしないで、もっと普通の顔して止まってお願い。これ持って、うん、そんな顔じゃないの、普通ににっこりして、もうちょっと上、さっきも言ったじゃん、違う顔じゃなくて今の位置でにっこりして、はいはい、ポーズ、あ上手ですね、よし OK です。